アンナ・ボレーナは、ガエターのドニゼッティが作曲し、1830年に、ミラノ、カルカの劇場で初演された二幕のトラジェリア・リリカ、である。16世紀のイングランド国王ヘンリー・パッセイと、その2番目のヒアン・ブーリン並びに3番目の、ヒジエン・シーモアの史実に基づく作品である。ドニゼッティ上三部作と呼ばれる、チューダー長とその女性たちを主役としたオペラの一つである。 役柄及び初演のキャストは以下の表の通りである。アンナを演じるジュディッタ・パスタ1830年12月26日の初演は圧倒的な成功であった。ドニゼッティの師であるヨハン・ジモン・マイールはかつての弟子をマエストロと呼ぶようになった。また、イタリアオペラ界においてもドニゼッティは一躍ロッシーニやベッリーニと並ぶ。 イタリアオペラ界における最も輝ける名前となった。1830年のイタリア初演の後、本作は1831年7月8日に、ロンドンの王立劇場でイギリス初演され、1839年11月12日には、ニューオーリンズのテアトルドルレアンにおいて、アメリカ初演が行われている。アメリカ初演に際しては、フランス語で上演されている。 1850年からベリズモが台頭する1881年まで25都市で上演がされ人気を博した。しかし1881年以降、上演は稀になっていった。20世紀前半にはほとんど上演されなかった本作が頻繁に上演されるようになったのは第二次世界大戦後のことである。1947年12月30日に、 バルセロナのリセウ大劇場の会場100周年を記念して上演された。アンナはサラスクデッリ、セイモウジュリエッタシミオナーとエンリーコ発生はチェーザレシエピというキャストであった。1957年4月にはスカラザ初演が行われ、アンナをマリア・カラスが演じている。この上演はルキノビスコンティの演出の下で行われた。この上演に関して、 カラスの伝記を記したユルゲンフェスティングは、この公演は、マリア・カラスのキャリアにおいても一つの頂点となっている。と述べている。なお、この上演は、録音が残されている。1959年6月26日には、米国のサンタフェオオペラにおいて、ほぼ一世紀以上ぶりとなる、全曲のカット上演が行われた。1960年代以降の上演に関しては、 ドニゼッティルネサンスと称されるドニゼッティ、再評価運動において上演が増加したことが特筆される。レーラ・ジェンチェル、モンセラート・カバリエ、マリザ・ガラバニー、ペナウタ・スコット、エディタ・グルベローバ、マリエラ・デビーヤなどが本作品の上演内視録音に貢献している。また、アメリカのソプラノであるビバリー・シルズは、1970年代にニューヨーク・シティ・オペラにおいて、 本作を含むドニゼッティのチューダー調三部作を取り上げ大成功を収めた。彼女はまたこの三部作のスタジオ録音を残している。本作品は、いわゆる歌劇場のスタンダードなレパートリーとは言えない。しかし、21世紀の今日において、特に英語圏において上演が増加し、録音もなされるようになってきている。2010年11月にダラスオペラが本作品と、 マリア・ストゥアルダを同時に上演した。また、ミネソタ・オペラも、スリー・クイーンズ三部作の一つとして、本作を上演した。ヨーロッパにおいては、2011年の春に、ウィーン国立歌劇場で上演された。この時は、アンナ・ネトレプコとエリーナ・ガランちゃんがそれぞれ、アンナとセイモーを演じた。また、同年9月には、 メトロポリタン歌劇場が2011から2012年のシーズンの開幕作品として初めて本作を取り上げた。アンナを、ネトレプコ、演出はデビッド・マクビカーであった。また、イギリスのマンチェスターのオペラセリア UK は2012年から2014年にかけてチューダークイーンズ三部作として本作を取り上げる予定である。 ウェールズ・ナショナル・オペラも2013年9月から11月にかけて本作を上演しており、英語圏の各地で本作品が上演され続けている。川原、目次河原のでは2位と表記。ただし、実際のジョージ・ブーリンは兄より遅く生まれている、可能性が濃厚であるため、兄ではなく、弟と表記した。AB はインストック1963、ピアニッシュも、 73から75ハット・ーズ・ボーン1994ピアニッシモ194から197ケスティング 2003P362L9 から12スコット 1976P21HTTP コロンスラッシュスラッシュ OPERABASE.com スラッシュ OPLIST.CGIID= 何&、ラング =EN& is イコールアンラボリーナアンド、by イコールアンド ,loc イコールアンド、stype イコールアブスアンド、sd イコール1アンド、sm イコール1アンド、s イイコール2009アンド、e タイプイコールアブスアンド、ed イコールアンド、m イコールアンド、i イコール perform a n c e s o n o p e r e b a s e.com 楽曲の日本語訳は、 川原博の P1 から34を参照。オズボーン 1994. ピアニッシモ。194から 197. ハットソース法。レコーディングインフォメーション。RECORDINGOFANNABOLENAONOPERADIS-OPERADISCOGRABHY.org.UK? ありがとうございます。